演舞開演。どうも、本日はこちらブルックス異国菜を飲みたいと思います。まずはどうぞ。中身はこのようになっています。ではこれを溶かすのですが、せっかくですので先日のドリップウォーターでやってみたいと思います。では飲んでみたいと思います。抹茶味と書いてある通り、ほろ苦い抹茶の味で飲みやすくてとても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。